タイムスリップ。俺この動画撮り終わったらちょっと晩ご飯買いに行こうと思ってて、今日の夜はマックでいいかな。でやっぱサムライマックの炙り醤油、ダビリ肉厚ビーフがあれと、やっぱポテト L、 ポテトとコーラ L。 なんかマックのコーラって普通のコーラと味違うっぽいね。どうやろ、最悪、危ねえ、よかったよかった。ただ後ろからは、いやこれ絶対コーラ持ってくるでしょ、こうやって。そうだよね、そうだよね、絶対。ははははマルチプレイヤーレース2、4人用対戦コース。来たね。なんか、クソコースが続いてて、ちょっとストレス溜まってるんで、やっぱこういうバトルコース、約束されたバトルコースで、ストレス発散していこうぜ。あと、ラグい試合も今日多くて、ちょっとしんどかったりするよな。全然でもラグくないからね、今回は。さあ、まあいい感じに、どんなスタート地点で行こうかな。一番上行こっか。これ、マリオのとこに青木の子とか正直送り込みたかったんだけどね。投げてきたから。もう理由はもう簡単や。宣戦布告されたから、てか、宣戦布告されてなくても投げ込んでやるわ、まず。さあ、ルイージどこに行った？あー、一番右か。これね、本当に自分のキャラがどこにいるか分かんなくなる時が本当にあるから、それが、ちょっとしんどかったみたいな、あったりするんだけど。あー、これはうまい、これはうまい。さあ、次は？乗って乗って乗って。だからこれ結局さ、俺がさ、早く行く関係ねえもんな、さっきのところさ、とかさ。マジ関係ねえもんな。さあ、登っといて。次は？登って、登って、登って、登る、みたいなね、感じで。あ、いや、これね、ダメだ。これだ、俺これね、ダメなやつ。マジダメなやつ。あー、いや、いけたいけたいけた。ほんとダメ、これ。ほやっといけた。ほんとにね、あれダメなんよね、マジで。で、ここも、ここは安全に行こう。ジャンプしていった方が正直早く行けたりもするんだけど、まあ、ミスしないことが最優先だったりみたいな、あったりするんで、登って登って、あと、ポンプとバネも、マジで嫌い。なるほど、次はこっちか。で、次は、まあ、適当に登っていいかなっていう感じなんで、しっかりと入っていけ。いや、いいで、これ勝ったんじゃない？よーし。よし。銀世界の森林。スタンダードで、みんなでバトルと。銀世界の森林か。ってことは雪？雪のコースなんか最近増えてきたんだけど、何？冬になったから。もうすぐ冬になるよっていうコースなんかな。確かにでも、あるかもしれんな、それは。あっぷな、なんかでもいけた。よかった。ワンチャン跳ね上げられてつららで終わるみたいな。は？なんでこうなってんだよ。おいおいおい。どういうことだよ。いや、氷コースってなんか操作性変わりそうで、めちゃくちゃ変わりそうなのが嫌だよね、なかなかね。あ、持たれる、普通に持たれる。やばいやばい、終わる終わる終わる。目つきとこどうした、急に。飛んでおいて。しゃがみジャンプ入れて。あぶねあぶね。こっからちょっと有利状況を作っていくか、ガチで。これ銀世界の森林、銀世界のこの住人、住人がさ、しんどいのよ、ちょっと。オッケーオッケーオッケー。イェーイ、じゃあな、お前ら。こんなスターなんてもらったらもう勝つしかねえんだよな。ザ・フロー・イズ・ラバ。マグマのコースだね。フローは分からん。でも、まあ、ラバさえ分かってればさ、なんか、どんな感じのコースかあれだよね。なんかマグマのさ、浮かんでくるやつが嫌だよね、あれ。これ最悪なのが、土管入るとかじゃなくて、カロンの甲羅。カロンの甲羅が出るコースとか最悪なんだけどさ。普通に出そうで怖い。うわ、出るコースだ。なんで俺だけ？はい、待って待って。カロンが出るコースじゃないじゃん、これ。最悪最悪。あ、待って待って待って。これは欲しい。ぜひともそれは欲しい。待て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 。いけるいける。掘っておいて。走って走って。いや、俺めちゃ有利だからね、今俺。後ろから追いかけていくだけで、勝っていけるんで、協力しましょうって言ってるし、絶対これ届かんよな。そうだよな。お前ら俺に、よくも意地悪してくれたな。そんな、俺に意地悪するから、こうやってね。勝てないんで、やっぱ、残り物には、服があるっていうね。そういうわけよ。でもこれ届く、待って、足かか、寄り道って感じ。足かか寄り道だっけ？わかんねえ。下から行こう。よし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 。冷静なプレイ。大砲峡谷。大砲峡谷はね、何回も出てきた気がする。結構まあいいコースなんだけどね。まあ飽きちゃうよね、正直ね。まあとりあえず、まあヘルメットはね、正直、なくてもいいんだけど、ヘルメットの先。ヘルメットの先が欲しい。それ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 。うわ、これ取れんかったの終わるぞ、マジで。これ取れんかったのほんと終わる。最悪すぎ。最悪すぎ。よし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 。乗っていかなきゃいけないんだけど、もうだいぶ遅れ取っちゃってるから、もう無理かもしれんな、これ。まあ一旦ね。一旦こうやって。まあ食らってもいい、正直、ここまでは。次のところでどうせ湧くんで、ちゃんとね、こっからだよ、こっから。ここからだよね、ここから。で、登っておきの、待って、これ降りちゃダメじゃん。降りちゃダメじゃん。で、乗っておいてみたいな感じで行くんだけどさ。いや、待って、最悪。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。
お前頭を使っていくな俺の、お前最悪やぞお前、それガチで頭貸して。メットかぶってるから頭借りれねえよ。俺落ちてきてるし落ちてきてるし、あいつで中間取っておいて、ヘルメット欲しかったけどな。まあ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 言ってんだよな、ルイージとかが言ってるんですよね。前行こっ、これ前行って追いつくか。ここに行ってさ、キュイン、はは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 、面白っそんなことできんの、ありがとうって言ってるし。1万勝記念バトルコース、50コインを1枚以上取ってからゴール。記念バトルコースなんか上登るコース多いからね。これはもうもらったよ、この勝負。この勝負もらったよ。初めてやるコースだな。これワンチャン、あ、なんか上抜けれそうかなって思ったけど、そんなことなかった。いや、まずは、入っておいて、もうお前、声をすな、お前、こっちに。いいね、これ、スタート地点も入りやすいし、たまに入りにくいコースあるもんな。俺、ルイージ考え。どこにいる？あー、はいはいはい。ま、ここで待たなきゃいけないのか。で、登るコースだね。ただこれさ、登るコースっても俺の苦手な感じだ。俺、壁キックでそう、メスキノコみたいなさ、ダッシュするとマジでミスっちゃうんだよね。だから、ゆっくり行こうかなって、正直思ってる。で、ここも壁キックで行っといて。はい、はい、はい。で、行っといて。はい、はい。で、ここ、しゃがみで行けばいいからね。しゃがみで行けばちょっとだけ、早く行けたりするんで、猫取っておいて、次は登るコースか。オッケーオッケー、任せろ。任せな。任せな。で、しっかりと砕く。で、ダンダダダダーンってやっといて。で、ここももう一回。もう一回。もう一回。うーざ猫の操作さね、結構さむずくない、猫の操作さ。さあ、このダダダダーンって言っといて。ただ、ハンマーは結構得意よ、ハンマーは。ハンマーはね、ここで追いつくか、ハンマー。正直、ハンマーめっちゃ得意だから、ほら。追いついたもん、俺。はい。何人これで俺キルしてきたと思ってんの、マジで。マジでハンマーだけはマジでうまいからな。さあ、青木の子がめっちゃ速い気がする。これジャンプしながらハンマー打つと結構早くいけたりとかもするから、ちっちゃくなった方がよかったかな、これ。青木の子行ったよな、多分もうこれ。行ってるくせえな。早すぎ、あいつ。ねえ。あ、待って。覚えてなかった。右、上、右、左、下。右、上、右、左、下。完璧な記憶力。青キノコなんか、え？ギブアップ？え？え？なんか死ぬ要素なんてあったっけね？メスキノコお前、ハンマーんとこで一生諦めてるやん。え、その積むとこじゃないと思うけど。まあ猫のところにダメだったけどね、やっぱ猫よりハンマーだよ、やっぱ。ハンマーでしょ、男はやっぱりさ。男は黙ってね。ハンマーよ。ただ猫のとこちょっとお見苦しかったな、正直。レート6000超えとは思えないプレイだったもんな。でも青キノコは、青キノコさ、一番上に行ってると見せかけて一番下だったんだろうな。で、絶望して、自分の不甲斐なさに絶望して、諦めるみたいな感じだろうね。うの、ます。オフセットブロックなんちゃらかんちゃら。オフセットブロックなんちゃらかんちゃら。あれかな、間違い探しとかのコースかな。あ、なにこれ。なんだお前このコース。でもゴールなんかすぐ。いや、ゴールまだ。なんかわけわかんない、あのような生き方してるやついたんだけどさ。なんだこれ。お、え、すげえ。なにこれ。多分、おっきいままだったらいけるんだよ、これ。うわーすげええ、なにこれ、すごっ。おっきいままじゃないといけないんだ。マリオトリックス、ヒスエネミーズ。え、な、敵をどうにかすんのかな？敵をトリックで、どうにかするみたいな感じ。あ、トリックで倒せってことか。違う、これトリックでもなんもねえよ、こいつ。こいつら自分で出した武器で自分が死んでいくだけやん、こんなのね。そうだよね、きっとね。まあ、とりあえず、俺でしょ、持ってんの。なんで俺じゃないの？おつけ。どいておいて、おお！取れるんだ、こんな感じでさ。もうゴールでいいんだけどさ。無理かな。一旦またヒップドロップでここ、守りきらなきゃいけないんで、しっかりと、飛んで飛んで、取っておいて。入っていく。いいね、いいね。うまい、うまい、うまい。まだ守りきれてるよ。こう守りきんのがめちゃ、ちょーねー、すぐ死んだんだけど。ねなんだこれマジで。はい、ドロップでしっかり、入って。俺じゃないの。俺だよね、持ってんの。あ、待って、俺じゃないのか。最悪。バイン、バインって言っといて。まだか、まだか。まだか、まだかと待ってるんだけど、次は？
1番には一応入れてる俺で、しっかりと入っていく。いいよ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 、次はブンブンが、またなんか一人でブンブンがのように行くっていうコースでしょ。オッケー、入っていく。誰が、もう運ゲーやん、こんなん最後とか。自分が誰使ってるかもわからんくなったわ。3-2、スノービーバレットビルバレー。マグナムキラーがたくさん出てくる氷の谷だね、谷。もうなんかもうやめてくれ、そんな難しい単語何個も並べられて俺しんどいのよ。やめてくれ。ゴー。絶対これ出るでしょ。危ね。邪魔邪魔邪魔。おっ、キョキョキ。しゃがみジャンプがめちゃ刺さった。これ早く行かな、これ早く、早めに行かないとさ、追いつかれるんだよね。あと、三段ジャンプがね、あんま良くない。しゃがみジャンプ？しゃがみジャンプ？オッケーオッケー。お前人の頭使ってこいとすな、そんなに。氷のコースマジだるいわ、ほんとに。で、しっかりと乗っておいて、ここも。ミスんなよ。一回下行くよりも普通に登ってった方が早かったね。危ないな。これ食らったらすごいさ、タイムロスだからね。いいねー。無限ワンアップ。絶対これみんなでバトルでやるようなことじゃないじゃん、そんな。無限ワンアップとかもう初代の、あれだっけ、スーパーファミコンでも、使い尽くされてるような気もするんだけど、でもワンチャンね、こう、新時代の、令和の、無限ワンアップ。気になるね、やっぱりね。どこに行けばいい、これ。わからん。でもこっち狙おうか。こっちにゴールがある気がする、逆にさ。どうこれ、あはまあ、運も実力のうちって言うからね、これ、もう。よくヒップドロップゲーしてくれたな、お前ら。でも、ガチ運ゲーすぎるな、これ、ドアが。1の砦、ブンブンの砦、このブンブンバイトの砦、何回も出るよな、これ。俺、その度に何回も言うもん。バイトにそんな砦みたいな大事とか任せんなって。何回も言うもん。バイトはもう責任感なさそうだから、もう。そんなもう、砦でもう突破されたようなもんだからな。青キノコ、失敗してる。で、このコースね、結構ね、むずいわけよ。わかる。何回もやってるからわかる。最後がね、結構むずいのよ、ほんとに。さあ、しっかりと乗っておいて、シャーリージャンプで、上に行きますよと。まあ、早めに行ってさ、早めに行っておいて、ファイヤーとか取れたらいいんだけどな。まあ、どっかでファイヤー補充、できれば最高なんだけどさ、どこでするかは正直まだよく、わかってないんだけど、頭を踏んでおいて、あ、それいけるそれ。あ、いけたな。行きやがったな、あいつ。やるな。そういうの大丈夫、やっぱり。じゃ、こっちレーン行こっか。これレーン分かれてるとかあったっけ？え、バイトの砦でも、難しかったっけな。お前、ふざけんなよ。お前、これはやばい。これはやばい。これはやばい。これ、それはやばい。ただ、あいつ、野生のクリボーが、野生のクリボー野生のクリボーでも行けてない気がする。よく乗ったな、俺これ。よく乗れたな。ギリギリ、ギリ乗れた。追いつけてる気がする。アイテム取ってったな、これ。てか、アイテム取らないとこれ追いつけなさそうだもんね。多分、ルイージね、めちゃくちゃ、この、トゲゾウで、食らってると思うんだよ。だからこそ、うわ、最悪。タイミング悪すぎた、マジで。さあ、早く行かないとこれ、ブンブンに、ブンブン取られちゃう。さあ、多分、タイミングめちゃくちゃいいよ、これ。最終選考だね。ここ。イエーイこれやっぱバイト責任感ないから、こう後から来たやつにしっかりと渡しちゃうっていうね。完璧すぎー。イェーイ！ナイス！レースコース来たね、これ。一発ネタって書いてあるし。でもレースは一発ネタなのか。でもレースコースより普通のスタンダードコースの好きだわ。なんかこう、レースコース何も起きないからさ、結局何も起きねえじゃん。でもスタンダードコースって何が起こるかわからんから、それが楽しいよね。いや、ま、でも待って、お前バルーンいる？いらん、いらん、バルーン。いやいや、そうはならんやろ、なあ。そうはならん気がするけどな。じゃあ、俺もちょっとバルーン持っていくしかないんだけどさ。いや、マジかよ、最悪すぎ。ちょっと待てよ。なんか、オンオフが切り替わったらさ、俺が勝つ道としてはもうこれを切り替えて、最後のゴールできないようにするぐらいしかも道ねえと思うんだ。だから、切り替えといて、後ろから追いかけてみようぜ。こういう、やっぱ、作戦大事だな。もうだって、普通にやっても勝てねえんだから。じゃあこうするしかないよねっていう。そういうところに来てます、今。はい。でも大丈夫。こういうのはやっぱみんなでバトルやるにおいて大事なんだよ。こうやって俺はレート6000に上がってきたんで、こういう方法を使うしかないよな。いや、1位走りたかったけど、でも結局これなんか、ちっちゃいままだといけなかった気もするけど、いや、そんなことないか。いや、ちっちゃいままでも全然
いけるコースはない。浮き輪とか使えれば全然いけるよね。だから裏面がちょっと難しい感じあるのかな。何やってんだろうな今あいつら。俺が切り替えた俺が切り替えたせいだこれ。俺が切り替えたせいで進めなくなっちゃってるんだねこれね。わーしゃーない。ちょっと俺のプランとは狂っちゃったけど、俺のプランとはちょっと違う感じになっちゃったけど、まあしゃあないよなこれはな。